素敵にマイライフ。3週目は人生を豊かに彩る花のお話です。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典から、文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただいています。杉原さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今月はどんなお花ですか？はい、今日はヤグルマギクについてお話したいと思います。ヤグルマギクは菊の仲間の一年草で、青い花びらが特徴なんですよね、うん、この青といっても、青い水色から宝石のサファイアのような青色、紫色に近い濃い青色まで、いろんな青い花の色があります、うん、シンボルは永遠の愛。今日は私がこのとても好きな、私の本の花のシンボル辞典の序文でも書いたエピソードをご紹介したいと思います。舞台はエジプト、1922年にツタンカーメン王の墓が発見された時、彼の胸元に置かれた小さな花輪の中にヤグルマギクの花も入っていました。しかもその花びらはかすかに青色を残していたと伝えられているんです。今から3000年以上前に贈られた花輪なんですよ。うん、その花の青色が残っていたなんて奇跡のように見えませんか？すごいですね。ツタンカーメン王が亡くなった時、彼はまだ18歳だったんですね、うん、で、その花輪を備えたのは2つ年上の奥様、名前はアンケセナーメンという王妃様でした。愛する王様に先立たれてどんなに悲しかったことでしょうか。私はこの話を文献で読んだ時に本当に心に響きまして、本当にこのヤグルマギクの花が発見された時というのは、王妃様の王様への愛情が時を超えて現代によみがえったように思えてきました。このエピソードからヤグルマギクは永遠の愛のシンボルとなりました。古代エジプトでは花輪は生命の象徴であり、青い花は魔除けのシンボル。ヤグルマギクの花びらを煎じた汁は女性の体を元気にする薬として使われていたほど信頼されていた花だったんですよね、うん、ヤグルマギクは心に秘めた思いを伝える花です。現代の私たちはテーブルにヤグルマギクを飾ったり、花束を送ったりして大切な人への愛を伝えてみてはいかがでしょうか。杉原さん、聞き入ってしまいました。3000年も前にそんなことが。そうなんです。とても素敵なエピソードで、ね、もう本当に私感動して、この本を素敵な本に仕上げたいって思ったのも、うん、このエピソードをしっかりと載せたいっていう思いがあったからなんですね。そうですか、うん、杉原さん、今日も素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。来月も素敵な花のエピソードをお伝えしたいと思います。楽しみにしています。文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただきました。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典、とっても素敵な本です。ぜひお手に取ってみてください。もっと素敵にマイライフでした。